ボーナスアーミーと軍隊との衝突後、燃え上がるボーナスアーミー参加者の野営地、ボーナスアーミーは、1932年6月に、アメリカ合衆国で、第一次世界大戦の福音軍人やその家族など、約3万1000人が支給の繰り上げ支払いを求めて、ワシントン DC へ行進した事件。ダグラス・マッカーサーは、この集団を武力的に鎮圧したことで批判に、さらされた。 1924年、クーリー時代統領時代に、ザ・ジャスティット、サービス・サーティフィケート・ローが定められた。これは、第一次大戦に従軍した軍人に対して、1ドル程度のボーナスを基金化して予託し、1945年に支払うという内容であった。ところが1920年代後半、世界恐慌が深刻化するにつれて失業者が増加すると、 退役軍人の救済や景気不要を目的に将来支払いが約束されている予託金の前倒しを求める動きが活発になる。1932年3月、失業中の陸軍軍曹ウォルター・ウォーターズを指導者とするグループが大戦時のアメリカ外政軍になぞらえて、ボーナス外政軍を名乗り、ポートランドから貨車を占拠して、首都ワシントンへ向かった。このニュースが、 全米に流れると各地から元軍人が支持を表明して続々とワシントンへ集結し始めた。当時戦争英雄として著名であったスメドレーバトラー海兵隊退役少将が参加したことで勢いは増した。彼らは使われていない連邦政府の施設や河川敷機にキャンプを張りピーク時には女性や子供を含み1万5000人の規模に達した。ボーナスアーミーの参加者は 上院でパッドマン配当法案が投票にかけられる6月17日にワシントン DC に集結した。この法案は第一次世界大戦の福音軍人たちに対する配給の支払いを前倒しにするものであった。ボーナスアーミー参加者の多くはワシントン DC 中心部からアナコスシア側を隔てたところにあるアナコスシアフラッツと呼ばれる。 じめじめした泥だらけのフーバービルにやえした。参加者たちは大強行で職を失ったものが多く、その救済措置として、福音軍人に対する支給金が即時に支払われることを望んでいた。先の法案は6月15日に会員を通過したものの、上院で否決された。法案の否決後、議会はボーナスアーミー参加者のうち、解散して帰宅する者に支払う。 特別基金を作り、一部の参加者はこれに同意して、解散した。7月28日、ワシントン DC の警察が残留している、ボーナスアーミー参加者を連邦政府の建設現場から、解散させようと試みた。警官隊が二人の福員軍人に発砲し、致命傷を与えると、参加者たちは鈍器を持って、警官隊に襲いかかり何名かを負傷させた。警官隊は撤退し、 ワシントン DC の行政委員会委員長は、ハーバート・フーバー大統領に、これ以上治安を保つことができない旨を報告した。フーバー大統領は、連邦軍に対し、ボーナスアーミーを解散させるように命令した。ダグラス・マッカーサー大将の全般式のもと、第12不評連隊とジョージ・パットン少佐が指揮する、第3期兵連隊によって、ボーナスアーミーは追い散らされ、 彼らの野営地は破壊された。ワシントン DC は連邦議会の直轄地のため、合衆国内で治安維持のための軍隊の展開を厳しく制限する民兵隊総年団制定法の対象とはなっていなかった。しかし、マッカーサーの司令部スタッフであったドワイト・アイゼンハワーはこの作戦に強い懸念を持っていた。軍部隊は抜き身の銃剣をつけた小銃と、 催涙弾を持って、ボーナスアーミーの野営地に進められた。フーバー大統領は、アナコスティア川の対岸にある、ボーナスアーミー最大の野営地まで物体を進めることを望んでいなかった。しかし、マッカーサーは、ボーナスアーミーが、政府の転覆を狙った、共産主義者の企みではないかと考え、彼の権限を超え、軍を進めさせた。ウィリアム・ハシカとエリック・カールソンを含め数名が、 死亡、数百名が負傷したほか、退役軍人の妻一人が流産した。武装した連邦軍の現役兵士が、ミスボらしい先の大戦の福音軍人に退治するというイメージは、福音軍人救済のお膳立てをすることとなり、最終的には、退役軍人局が設置される結果となった。ボーナスアーミーが追い散らされるまでに発生した被害は、以下の通り連邦軍部隊が、 ボーナスアーミーのテントや小屋を焼き払ったとされるが、小屋を提供した政府に対する悪意から何人かの福音軍人が連邦軍到着の前に自らの住居に火をつけたとする報告もある。連邦軍の兵士たちがかつての同僚たちに向かって抗軍していったという報道も財政的な懸念から退役軍人への年金給付にはっきりと反対したことも フーバー大統領の再選の助けにはならなかった。1933年にフランクリン・ルーズベルトが大統領に選出されると、いくつかのボーナスアーミーのような集団がワシントン DC に集まり、新大統領に自分たちの主張を表明した。ルーズベルト大統領は年金の早期支払いを望んでいなかったが、福音軍人たちが再びワシントンまで行進を行った際には、 より宣伝された対象を行った。彼は妻のエレノア・ルーズベルトを福音軍人たちのもとに送り、彼らと喋り、コーヒーを飲ませた。エレノアは多くの福音軍人たちを説得し、彼らをフロリダ・キーズ諸島でのオーバーシーズハイウェイの建設工事につかせた。しかし1935年9月2日、1935年のレーバーデイハリケーンとして知られる。 大暴風雨によって道路建設現場で働いていた259人の退役軍人が死亡した。ニュース映画で退役軍人たちの様子を知って大衆感情は盛り上がり、1936年が選挙の年である以上、議会は年金問題をこれ以上なおざりに付すわけにはいかなかった。ルーズベルト大統領の拒否権も覆され、年金支給は現実のものとなった。 1944年には福音兵援護法が成立した。これは第二次世界大戦の福音軍人たちが市民生活に戻るにあたって連邦政府に求めていた援助を保障するのに大いに役に立った。この援助こそはボーナスアーミーに参加した第一次世界大戦の福音軍人たちがほとんど受け取れなかったものであった。そしてボーナスアーミーという活動は 1963年のワシントン大行進や、あるいは20世紀後半に行われた著名な政治集会の一つのひなともなった。ありがとうございます。